おはようございます。回ってんの？回ってます。回ってますか？今日はですね、那須さんの一日密着をしていこうと思います。おー、久しぶりの一日密着。はい。マジ、はい、今日ね、まあまあ、でも一日密着するにはふさわしい日かもしれない。はい。今日は、はい、なんとスペシャル企画ということで、はい、ゲストが超豪華ということで、中村俊輔さんでしょ、はい、遠藤彩さん、はい、長崎聖子さん、はい、ローランドさん、はい、すごいよね。いや、ナスチャンネルも大きくなりましたよ。いやいや、本当ありがたいっすよ。いや、マジ緊張してる。今から移動するんですけど、はい、ちょっとお手伝いもたくさん来てもらって、はい、ちょっとまず車中で話しましょうか。はい。近いね、そんな遠くないですね。降りて、時間あったらファミレス行きましょう。おいおい。ティータイム。ティータイム、モーニングティー。モーニングティー。ハイボール。いや、いいけど。いいけど。交差用事になっちゃう、アイちゃんが今、海老名陸上競技場に行ってます。まあ、企画をするんですけど、まあ、まずここに行き着くまでだいぶこう、いろいろと、いや、ほんとそうっすよね。うん、あの、ほんとたくさんの方々にあの、ご協力いただいて、今日12社協賛なんですよ。はい。12社の会社の方々がいろいろプレゼントだったりとか、いろんな準備をしていただいて、協賛していただいたおかげで、まあ、こういう豪華ゲスト呼べるという、あの、素晴らしい企画をさせてもらうんですけど、なんと、はい、お手伝いに、はい、ウィナーズのメンバー、はい、はい、監督の権限で、強制的に呼びました。強制です。はい、やられました。大次郎とアザスさんです。そうです。で、はい、後ろにはマネージャーの愛ちゃんということで、はい、まだあの化粧してないから映さないでくださいあの、俊介さんとか、はい、その前でしっかり化粧してくんでって言われて監督の前では化粧はしないって言われてこんなもんです。忙してると思います。ということでね、本当あのたくさんの人にご協力いただいてということで、企画自体はだって走り始めたのいつからでしたっけ？3ヶ月、4ヶ月前だですよね。うん、1ヶ月前くらいから始めて、まあ、今日はその、まあ、密着してもらうということで、はい、スペシャル企画の制作だったりスポンサーだったり、まあ、なかなか本編ではプレゼント企画とかもどういうプレゼントだったり、はい、どういう企業さんとかがあの参加してくれるか出るかっていう、あんまりこう、ね、時間的に尺的に長く映んないと思うので、まあ、そういうのもねちょっとこう紹介しながら、はい、今日はやっていきたいんですけど、言葉数多いじゃん、めっちゃ緊張してんの俺。はい。もうあの特にシュンさんとヤットさんは、はい、まあ、シュンさんは俺横浜 F マリノスで半年やらせてもらってて、2002年です。そう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 、はい、でそこで海外に移籍したんだけど、圧倒的にすごかったから、普段その俺から喋りかけられなかったし、緊張しすぎて若手の感じで、まあ、そんなね大先輩もありますし、ヤットさん果実の2個上の先輩、2人とも雲の上の先輩すごいですね。うん、え、ヤットさんとシュンさんは同い年なんですか？違う、シュンさんの方が1個やな。あ、うん、まあ黄金世代をこう引っ張ってきたお二人ですもんね。今日あのフリーキック企画もやるんですけど、はい、そのキーパーが、はい、奈崎聖子さんすごいですね。夢のようですね。これになぜかナスもフリーキック。いやだから俺びっくりしました。企画聞いた時に那須さんがフリーキック企画を提案してきたと思って、あのめちゃくちゃやる気だな、那須さんと思って。いや、シュンさんとヤットさんのフリーキックを見たいっていうのもあるし、はい、でだったらやっぱね、キーパーはすごいキーパーにいてもらわないとっていう、はい、失うもんないですからこっちはそうですね、はい、ローランドさんと僕は、はい、実際12時からなんですよ、はい、入り、現在8時ですはい、早い早い、みんな巻き込んで、そうですね、この後ちょっとモーニングします。はい、はい、何食べてるんですか？今日はモーニングということで、はい、しっかりね、勢力つけて今日乗り切れるように、けんちん汁と鮭いくらご飯、ここで、2時間前。ちなみに今日はキックターゲットやるので、お業者さんにも来ていただいて、はい、今からボード作成していただきます。はい、お願いします。
き取れてるから5人でゴールを運んでみせます。今ゴール設置完了。お疲れ様です。お疲れ様です。前者愛ちゃんにしてもらってるんですけど、で今からボード設置、演者さんの入りが12時ということで、マジで本当みんな手伝ってもらったからやばかった本当。お疲れ様、ありがとう。最初です。最初になります。最初に来たら10分でこうなります。今日どうなることやらっていう。なんとお弁当を用意していただきました。嬉しい。見てください。なんとですね。はいはいはい。2種類のお弁当を用意していただいたので。すごい。美味しそう。いただきます。じゃあ先。あの名手が蹴るわけだから12と13の違いも分かるぞ。マジでそのレベルで要求されると思って。ダゾーンプレゼンツってことなんで13社協賛ってことで、すごい。このボード設置はこのエクアドメディア、前回のスペシャル企画の設置していただいたんですけど、年末の特番とかいろいろやってたりね、こういう制作手伝ってもらってるので、まあこういうさ、カメラ台とかつけたり、そうですよね。もういろいろ制作チームにお世話になってて、写真とかも入ってて、そう、いろいろと本当にお世話になってて、今日ローランドさんとナスチーム対、中村俊介さん対遠藤やったさん、はい、どっちが勝ちますか。中村俊介、遠藤さんチームです。これはソーラー、ソーラーです、はい、言えてないです。言えてないです。でも、ここは YouTuber ということで。席を。前回もそう言いつ つ勝ちましたから。おお。若干、那須さんの圧力もあってね。圧力同じ高校の先輩。はい、3年1年、シビア。で、俊さん。はい、もうね、プロ入りたてバリバリの日本代表の雲の上の人に伝えて、しゅんさんの言葉でめちゃ助けられたことがあったりとか、だからもうね、2人とも頭がなぁ、先輩っていう。ここでまず1本目を取ります。はい、キックターゲット。はい、2本目はフィンランド式シュートとあとフリーキック対決ということで、はい、まあ、2人ともフリーキックの名手なので、ヤットさんも楽しみ、そう、しゅんさんもフリーキックやってイングランド式やります。おお、それでなんとキーパーが奈良崎聖吾さん。とんでもない、とんでもないですもん、豪華な、すごすぎる。あ、そう、ありがとう。 ありがとうございます。ありがとう。こっち、これも、はい、うちの、ね、スタッフでショー。あー、そうなんですね。そう、ショーなんだけど、うん、わざわざ借りてきてくれた。ね、ほらトラックで運んでくれて、友達も協力してくれて。嘘。ね、すごい。ありがとうございます。今からリハーサルでちょっと冒頭の時間だけ測りたい。今ね、雨降ってんですよ。雨雲レーダー？はい。ずっと見てんですけど、雨ですね。ちょっと心配です。心配です。1時間後、まだ撮影始まってないです。ほら、もうここで抜けるんです。あ、ちょうどいい。ちょうどいいんです。お二人を紹介したいと思います。中村俊介さん、遠藤康人さんです。よろしくお願いします。で、何分？20分。オッケー。じゃあ5分以内に収められる。ありがとう。どうですか？さっき、あの、愛ちゃんと那須さんが撮ってるとこ見て気づいたんだけど、はい、俺が撮ってる時よりすごい楽しそう。すごい悲しい。悲しいことに気づいたって。俺も引退かと。わだちさんが悲しんでる。悲しいよ、飲み行きますか。飲み行こう。話聞きますよ。飲み行こう。現場からは以上です。現場からは以上です。ありがとうございました。電話に行ってたらさ、リフティングとかもう本当に練習するようになったって。おお。そのさ、リフティングの仕方って俺あんまりしなかったから、こうやって。あ、そうなんですか。うん、ちょっとボンボンボンって感じです。そう前と全然違いますね。そう、前はね、すごい緊張する。緊張する。まあ、緊張する人たちやからな。いや、緊張しますね、本当に。
さっき小田地さんが悲しんでました。悲しんだ。はい。なんで？なんか僕とやってる時より愛さんとやってる時の方が監督楽しそう。僕クビになるかもしれないです。小田地が。はい。大丈夫。さあ、すごいっす。よろしくお願いします。ご無沙汰しました。今日さん、第2回目なんですけど、はい、富士企業さんってことで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。超楽しみですね。すごいメンバー揃えていただいてありがとうございます。何してんすか今日は。あんまりこういうことしないけど、もうフリーキックの猛者の人たちが学校練習です。はいはいはい。これ奈良さんだったら止められちゃいます。一周で一周でコンディションいいんすか。ああフィーリングは悪くない。ボールフィーリングは距離が遠い。これああ難しい。ギリギリラスト。ああ今日余裕ですね。今日余裕です。はい。今日のキックボードということで。キックボード乗るやつです。はい、キックボード。キックターゲットボードです。そう、キックボード。あ、キックボード乗るやつや。言ったやん。はい。キックターゲットボード。はい。ということで、本当名だたる企業の方々が協賛いただきということで。13社、すごいね、改めて見るとですね。ほんとありがたいです。本当ありがとうございます。応募もあると思うので、視聴者の皆様で、ツイッターでその視聴者プレゼント応募するので、もう間もなく、間もなくです。いや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 、来ましたね。よろしくお願いします。先日ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ベンチコートもあるんじゃないか。あ、ありますか。はい、めっちゃ寒いっすね。めっちゃ寒いっす。出たあのキックターゲットね。そうなんですよ。で、今回12枚だったんで、また集めたんすか。そうなんです。13社すごいな。よろしくお願いします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 。いやいい天気で。いやいや、さすが持ってます。大変だね。いやー、今回ちょっと、はい、決まりました。あ、でも、今、出会ってきて雨だって、12時半から、うるさいよ、さっきから。那須さんだったらやれ。いやいや、何でしょう。さあさあ、でも、やるかい、大丈夫だ。ありがとうございます。さっきからずっと電話でも、レーダー、レーダーは。もう心配で心配で。絵的には別にいいの？全然いいです。あ、そうだ。はい。なんか、ザーザーじゃなければ。ストーリー的には、前回、ローランドさんが。押してきたら勝ったから。ちなみにシュンさんとはいつぶりですか。シュンさん2002対戦もしてないですか。ない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 。 F マリノスから海外行ったじゃん。で、戻ってきてマリノス。俺出てない時かな。あ、でも対戦したわ。グリーキング決められたわ。上越されたフラーレッスンで。あ、マジっすか。当時の若い頃のシュンさんにお世話になってた時は、もう印象がすごく鮮明に脳裏に焼き付いてるから。ああ、裏の時忘れてましたけど、それが決められました。フリーキック。その時もフリーキック決められた。いや、決められた。もうスキルの高さにもう唖然とさせられたっていう。ジャンプした瞬間に無理だったもん。ああ、これが世界か。先行ですか、僕ら。ですよね。はい、先行ですよね。それはもうあの名手なので、ちょっと、はい、わがままを聞いてもらいます。スペシャル企画第2弾ということで、今回やっていきたいと思います。はい、じゃあお願いします。はい、行きましょう。すみません。3を押す、3を押す。いった、おかん。うわぁ、やー、フリーキック対決と、あとイングランド式シュート対決ということで。うわぁ、うまい、うまい。いやー、うまい。すげー。よいしょ。皆さん、
はそっちだ。こんな絵すごいよ。なんでこんなレジェンドに被ってる。いやお疲れ様でした。まだまだ終わりましたね。いやまず撮影できて本当よかった。始まる前ちょっとやばいなと思いました。いや思った、マジで思ったね、はい、雨雲レーターをずっと見てたら、まあ、抜けると言いながらなかなか抜けない、はい、取り切りれてよかったっすか。で、あの、まさに、はい、企業の方々もそうなんだけど、初心さんが、お、楽しいって言って、はい、お前企画したのって言って、はい、それがマジ嬉しかった。かなり楽しんでる感じは、僕も撮ってて楽しんでいただいてるのかなっていう感じだったんで、 それがね、やっぱ演者の方、ローランドさんもそうだし、ヤットさんも、聖子さんもみんながやっぱ楽しんでもらったっていうのが、はい、本当に何よりでしたよ。寒さを吹き飛ばして皆さん楽しんでましたから。本当撮影時間とブランド使用時間が限られてたので、はい、本当はねその協賛企業のプレゼントをね、はい、全部紹介したかったんですけど、いや、その時間 もうないぐらいにパツパツだったんで、はいはい、ホールアップってことで今日助けていただいたサポートなかったら終わってましたよ。ゴールの設備から、はい、ボール拾いから、はい、もうみんないないともう間違いない。そうですね。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にもう愛ちゃんも小次郎もあたしも本当にありがとう。マジ助けられた。今4時か。本当息もつく間もない感じで、はい、終わりましたけど。なんか本当ね、夢のような時間でしたね。いやー、本当に。で、さっきも歩きながら話したんですけど、はい、やっぱ演者の方が、楽しいって思ってくれるのはいいですよね。しゅんさんもそうだし、楽しんでいただけたっていうのがすごく何よりで、ね、ローランドさんもそうだし、さん、奈良さんもそうだし、協賛企業の方々も、すごく喜んでいただけたかなとは思いますし、ありがたい限りだったんですけど、なんとこれで今日一日すべて終わりと思いきや、もう一本撮影があります。それを撮って終わりですよ。はい、まあ、今回ピックターゲットボードを、はい、あの制作協賛していただいた、会社 X アドメディアさん、前回の1回目と、まあいろいろねご協力していただいてということで、素晴らしいボードで、やっぱあのボードね、各協賛企業を持ち帰って思い出になるっていうのですごくありがたい限りだったので、まあ、そこだけじゃなくても各協賛企業で皆様の今回ねご協力があってできたので、またね、この大きな企画をしたいと思ってますので、はい、これからもちょっとお楽しみくださいということで、はい、ということで今5時半か。今スペシャル企画が無事終わって、はい、東京に戻ってきて、まあ、ウィナーズのメンバー3人ね手伝ってもらったんですけど、送ってもらってってことで、はい、まあ、今日の一日密着というか仕事が終わりなんですが、本当に今回演者の皆様もそうですし、協賛企業の方々もそうですし、まあ、皆さんご協力があって、まあ、今回のスペシャル企画ということで4ヶ月の、ね、期間が今日撮る前撮るにあたって、あとまあ天候もそうでしたし、いろいろとねあったんですけど、無事撮ることができて本当に素晴らしいもの、あの動画ができました。もう本編は公開されているので、皆さんもぜひねそちらでお楽しみいただきたいということなんですが、あとそのね協賛企業のプレゼントもありますので、そちらも応募していただいてということで、ぜひね皆様拝見していただければと思いますので、これからもこういう企画続けていきたいと思いますので、一日密着いいとこお出し、いい日に来たね。ありがとうございます。いい日に、ありがとう。今日の一日密着はこれでおしまいです。明日は琉球柏に体験入部だ。おお、ということで頑張りたいと思います。